はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言葉やっていきましょうということで、今回はですね、タイトルにもある通り効率の良い石の集め方というものをねご紹介していきたいと思うんですけども、まあもちろんこれね知ってる方とかすでにやってるよっていう方もたくさんいると思うんですけども、まあ、特に今回おすすめなのが無課金の方とか、あんまりガチガチに言葉をやり込んでいない方、まあその各キャラ満腹作っておしまいとか、なるべく簡単にクリアしておしまいっていう方に向けた石の集め方になっております。結構ねこのことだまんというゲームは石を集めやすいゲーム性になってますので、ぜひね、石が足りないよっていう方だったりとか、まあたくさん石を集めて貯めておきたいよっていう方は、この方法をお試しください。では早速ね、紹介していきたいと思うんですけども、まあ、何をするかと言いますと言葉解放でございます。言葉解放っていうのは、まあこのゲームをクリアすると新しく解放した言葉の数に応じて石がもらえますね。各1個ずつでございます。でこれそんなに数が多くはないんですけども、これ塵も積もれば山となるということで、結構石溜まります。まあ一気にね1000個とか2000個ドーンって溜まるかっていうとそうではないんですけども、それでも、100個とか200個ぐらいだったら、頑張れば貯めることはできます。なので、言葉解放していくんですが、まあ、じゃあ何でやっていくかっていうと、今回みたいに、例えばコラボだったりとか復刻系のね、コラボが来た時にどうしてもね降臨を周回しなければいけないじゃないですか。例えばエニシだったりとか、降臨を周回しなければいけない。でもう正直このエニシとかっていうのは、正直簡単に周回できちゃうんですよ。今回はね普段使わない文字を意識して入れるようにしましょう。例えば今回であれば、僕は火を2体編成して、このゴンですね、ゴンはフで使うように編成しています。これをするだけで言葉解放の確率がぐんと変わってきます。で特にねエニシのクエストの特徴として盤面が非常に優しい盤面なんですよね。はい、例えばこんな感じでイとンイですね。でこれの位置が変わったりとか、もうつなぎ文字が初めから3つぐらいこう盤面に出てくれているので、ある程度こっちで予想を立ててデッキを編成しやすいんですね。例えばまあこんな感じにして額を作るとか、普段火なんていうワードを入れないので額を作るだけで言葉を解放できる可能性もあったりします。まあ僕の場合ちょっとね分かんないですけど、ある程度こういう遊び方をしているので額はもう作っちゃってるかもしれないんですけども、でもちろんこういう場合は、ロングワードも狙えたりします。例えばここに「不」を入れて、不正解にしたりとか、まあ今「ん」だったんですけどね、まあそんな感じで、割とおすすめな文字なのが「ひ」とか「ふ」とか「み」とかっていう場合、言葉ですね。例えば「未完成」っていう言葉を作ってみたりとか、そういうワードを意識して作ってあげることによってワード解放を比較的簡単にしてあげることができます。特にまあエニシはおすすめですね。文字を変えられてしまうギミックもないですし、あるのはビリビリだけなのでそこまで意識しなくていいというか、で周回が必要な方は、まあ、これのついでに周回をしてあげればいいんですよ。例えばまあここで、海浜を作ってあげるとか、ここで、不快にしてあげるとか、まあ、ここが「み」だったら「2回」とかでもいいわけですよ。で、別に4文字とか凄技を発動させる必要があるとかっていうことはないんですよ。ただただ言葉を解放してあげればいいだけなので、なのでまあ最近僕はね1号2号を使ってクエストを攻略するとかっていう動画を上げてましたけども、まああいう試みだったりとか普段使わない文字を意識して使ってあげることによって、まあなんだろうな、とっさのなんか緊急回避、その呪われちゃったとかけど言葉を作んなきゃいけないとか、まあそういう状況でのクエスト成功率を上げるっていうところにもつながりますので、これはねいいトレーニングになるのかなと思います。まあ言霊マンのトレーニングにもなるし、結局周回が必要になるから、まあ、周回しなきゃいけない、その暇つぶしというか、まあ、マンネリ化防止にもなりますし、石も効率的に集められるというところで、結構ね僕はおすすめなんですよね。こういうその普段使わない文字を使ってあげる、結構なんだろうな、
それこそふとかみとかひとかって普段敬遠しがちじゃないですか。普通に高速周回しようとか、まあなんかのついでになんかの暇つぶすにちょっと、クエストを周回しようかなっていう時にその辺の文字って入れないと思うんですよね。でもまあこういうどうしても周回しなきゃいけないとかもうすでにね満腹になっちゃってる方でも獅子王誠のね、札を集めなきゃいけないとかいう人にとってはいい周回目的になるのかなと思います。まあ、ついでに石も集められますしね。とにかく自分が普段あんまりこのワードとかこの文字使ってないなっていうキャラクターを入れてあげることによって本当に最初は一気にまあ5、6個1回使うだけで5、6個ワードが解放されたりするのでもうそれだけで、5個6個石がもらえるわけですよ。でそうなってくるとそれを繰り返し99周とかやってると、まあ、それだけで500個とか、まあ、全部5個ずつぐらい解放できたらの話ですけども500個ぐらいは、石が集められることにはなるじゃないですか。なのでまあ、普段使わない文字を編成して普段使わないワードを狙ってみるっていうのが、個人的におすすめしたい方法でございます。はい、そんな感じでね、まあ、今回効率のいい石の集め方を、ご紹介したんですけども、もう本当にね、まあ、簡単なのは本当に火とか風とか身とかですね、否定文字っていうのかな、すでにある4文字の頭につけるだけで、まあ完成に身をつければ未完成になるし、まあなんかそういうワードを意識して入れてあげて作ってあげるとさっきみたいに頭が空いているような盤面では作りやすくなっていきますのでぜひぜひ、まあなんだろうなこの復刻コラボの時ってどうしてもねやることないなってなりがちなんですけども、まあ、こういう時にこそ言葉解放をして遊んで言葉の楽しさとかをね再確認しながら、石も効率よく集めて、一石二鳥というところをね、目指してみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回のまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。本日の便利ワードはこちら、飛来心。コンボもたくさん稼げるし石もたくさんもらえます。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。